I'm wearing やったっていうのが、最初みんないきなり海パン委員長になったんで、女性の審査員なんかめっちゃ嫌な顔してたんですけれども、サッカー選手のポーズで全裸ではありませんみたいな話をしてるということで、めちゃくちゃ大受けになって、その次競馬の騎手、イギリスではもちろんサッカープレミアリーグでものすごい人気あるし、競馬の発祥の地でもあるので、それもすごく受けて、3番目にもちろん W7 のジェームスボンドもこのポーズをですね、全裸ではありません I'm wearing、 その段階ぐらいになるとですね、女性の審査員が I'm wearing って言ったらパーンツっていう風になったりとか、審査後のちゃんとした受け答えをしていて、ものすごい努力されてるんだなっていう風に思いました。めちゃくちゃ頑張ってんなということで、世界へ行ってらっしゃい。